スライサーフ TV のカナンです。いつも動画を見てくれてありがとうございます。今日はですね、4月27日の水曜日の3時半ぐらいなんですけど、今から海入りたいと思います。で、今日はね、ちょっと朝からロキシーの撮影があって、プロサーファーのね、野中みなみちゃんと一緒に撮影してたんですけど、撮影が終わって午後ねサーフィンしようかなと思ってちょっと着替えていきたいと思います。みなみちゃんも夕方入るって言ってたんで、ちょっと一緒にねサーフィンセッションしていけたらなと思ってます。で、波はちょっとまだ見てないんだけど、波あるだと、腹ぐらい で朝はねすごい風超ビュービューだったんですけど、ちょっとね落ち着いてきた。でもなんか今日朝は入ってないんですけど、なんかねすごいね水温下がったらしくて、めっちゃ冷たいって言ってました。早くねロキシーのジャーフルも届いたんで、可愛いのが着たいんですけど、なかなかまた水温下がっちゃって。なんか今日は天気悪いけど暑い。ちょっと暗いね。はい、ということで着替えました。今日はね、じゃん、ジャックで入りたいと思います。こうガッて波下がって、今日ねちょっとだけ上がる予報だったんですけど、そんな上がらず、でも風は落ち着いて、で今3時50分なんだけど、一応4時にね一回みなみちゃんと待ち合わせしてるんで、また合流したらカメラ回したいと思います。では、はい、ということでみなみちゃんと合流しました。じゃん、みなみちゃんです。こんにちは。今日ねちょっと朝からね撮影一緒にしてて、この前アジアオープンっていう知らしたで開催されている大会があって、そのゴーガールズっていうのでちょっとねみなみちゃんに密着させてもらってたんですけど、見事ね勝ち上がってね CSA の挑戦権をゲットしたので、今日撮影してるのが4月27日、うん、だよね。でなんとね30日からもう3日後だね。そうからなんと第1戦がオーストラリアであるから、3日後にオーストラリアに行くそうです。もう準備したんですか？準備まだ下に押してないこれからそうで、ちょっと本当ね急遽このタイミングなんですけど、撮影が終わって、一緒にサーフィンしようということで、ちょっとね貴重なお時間をいただけたので一緒にサーフィンしていきたいと思います。波ちっちゃそうだけど、ね、ではでは、そんな感じで、僕もね、寝れるか分かんないけど、頑張ります。
疲れ様です。いやなんかすごい面綺麗だったけどさ、全然乗れませんでした私は、ね、波風が結構少なかったです、ね、でも今乗ってたよ、バチンってなった3日後からもうねオーストラリア行く、もうギリギリなんですけど、はい、一緒にねサーフィンできてよかったです。ありがとうありがとうございました。5月の7日、7日から試合から、試合が始まるん で、WSL の YouTube でライブ配信もするようにします。なので一緒に応援しましょう。応援よろしくお願いします。はい、ということでじゃあ着替えてお家帰りたいと思います。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、お疲れ様です。ということで今日はプロサーファーでロキシーライダーの野中みなみちゃんと一緒にサーフィンしてきました。波はね結構良かったんですけど、ピークが限られててあんまりねちょっと奥の方に行けなかったんであんまり乗れなかったんですけど、一緒に入ってるだけですごい楽しかったし、もうみなみちゃんとかのライディング見てるだけでもうほんと勉強にもなったしめっちゃワクワクしました。で、みなみちゃんなんですけど、さっきも言ったんだけど5月の7日からCS ってチャレンジャーシリーズっていう世界ツアーが始まって、それをね今年回るので、チャレンジャーシリーズの第1戦がオーストラリア、まあ第1戦第2戦ってオーストラリア立て続けでやるんですけど、ワールドサーフリーグの公式の YouTube でもライブ配信するので、まあサーフィンの大会とか見てる方とかも多いと思うんですけど、見たことない方とかもいると思うので、本当サーフィンの大会めちゃくちゃ楽しいんで、世界の大会は特にすごいでかい波とかうわーっていう波でやってるんで迫力もあるし、ぜひねチェックして一緒に応援してくれたらなと思います。そしてコメントとかインスタグラムの DM でも結構ね質問いただいてたんですけど、ロキシーのウエットについてちょっとご紹介したいなと思って、水温もね千葉北だんだん、まあ、今日はちょっと冷たかったけどだんだん落ち着いてきて、また私セミドライ着てるんですけど、みなみちゃんは今日ジャーフル着てて、ロキシーからウエットも届いたのでちょっと紹介したいなと思います。まずですね、じゃん、これが 3mm のジャーフルなんですけど、セミドライの時と同じハイブリッド U ジップっていう、このね肩の後ろの部分からピーっていうジップのバージョンにしました。で、ロキシーにサポートしてもらって初めてハイブリッド U ジップっていうのをセミドライから作ったんですけど、ほんとね肩が柔らかくて脱ぎ着もめっちゃしやすいし、めちゃくちゃいいなと思ってまた 3mm もこれにしました。ほんと着るの楽しみです。まだ着てないからちょっとタグついてるんだけど、こんな感じで、そうロキシーのね柄がめっちゃ可愛いんですよ。この上の部分いろいろオーダーできるんですけど、私はこの柄に、黒にこの柄にしました。可愛い。次がじゃん、私ね初めてこれ着るんですけど、ロングジョンと、まあ、タッパーのねセットをオーダーしました。これも 3mm2mm リバーシブルで、片面は真っ黒でもう片面はこういう感じで、サイドにねこの柄を入れました。めっちゃ可愛い。でそれに合わせてタッパーを作ったんだけど、これもリバーシブルでこっちは黒で、ひっくり返すとこんな感じで同じこの柄になってます。かわいいね。外は暑くても水温が全然千葉北って冷たいので、夏の最初の方とかはなのでね、ちょっとジョン、ロングジョン作ってみました。楽しみ着るので、あとロンスプを2つ作ったんですけど、じゃん、こんな感じ。ロンスプはロンスプなんだけど、一応ねモデルが違くて、こっちはさっきのジャーフル 3mm のジャーフルと同じハイブリッド U ジップのパフォーマンスっていうモデルになってます。でね、色はグレーにしました。かわいいね、こんな感じ。これも 3mm2mm で、こっちが、またね違うモデルでバックジップになってます。でなんかこの柄がすごい可愛くて、この柄にしたくて、それがねこのバックジップのモデルだったんで、ちょっとこのバックジップでも作ってみたんですけど、こんな感じになってます。ち
とロンスプとロングジョンはまだ着るまでもうちょっと時間かかるかもしれないんですけど、ジャーフルはそろそろね出番出てくると思うので、またあの動画とかでも着てサーフィンするところをアップしていくと思うので、ぜひ楽しみにしてくれたらと思います。今回私が選んだ柄の他にもバリエーションあるし、モデルとかもねもうちょっと違うのもあるので、概要欄に今季のカタログ貼っておくので、ぜひチェックしてくれたらと思います。でそのね、私がすごい大好きなこのハイブリッド U ジップなんですけど、クイックシルバーにもあるので、クイックシルバーのあとカタログも一緒に概要欄に載せとくのでチェックしてみてください。フルオーダーと近くのクイックシルバーストアだったりロキシストアでできるので、その店舗とかについてもホームページの URL 貼っとくのでチェックお願いします。はい、ということで本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が少しでもいいなと思ってくれた方はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。インスタグラムとツイッターもやっているので、よかったら概要欄からチェックしてみてください。次回の動画もお楽しみに。 I'm